岡さんチャンネルの佐藤です。小泉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も初登場のゲストに来ていただきました。小泉さん。はい。よろしくお願いします。ますえっと、小泉さんは米国株一筋。そうですね。もう、はい、ずっと社会人歴イコール外国株っていうような感じになってまして。ちょっと聞くのも失礼かもしれないですけど、はい、どれぐらい、はいはい、そうですね。トレーディングとリサーチ合わせてまあ10年以上おお。 10年以上。以上。ちょっとぼやかしてるかも <laughs> 10年以上、ちょっとまあぼやかさせていただいてますけれども。すみませんはいあ。ありがとうございます。ますはい。はい、まあ今、あの、米国株ね、はい、あの、ちょっとアメリカの金利の上昇圧力がある中で、少しこう、うねりが。そうですね。ある場面なんですが、はい、どう考えてますか、はい そうですね。今、やっぱりアメリカ決算機となって、はい、まあかなりまあ情報がこう錯綜しているような状況なので、うん、まあ業績のやっぱり全体像が見えてくるまでは、まあ、なかなかポジションを固めか傾けづらいというような状況が続いてまして、はい、まあちょっとまあ 相場も落としどころを探るような動きになってるのかなというふうに思ってますね。うん、そうですよね。はい、まあ、あの、ただ、まあ、こういった、あまあ、下げている、現状でもですね、はい、まあ今後のことを考えると、やはりその有力な投資先としては、米国株。そうですね。はい。はい、ということで、えー、今回は、まあ、米国株といえば、ーファーだけじゃないぞと、うんうん、ということで、えー、今日はどんな銘柄を紹介していただけるんですか えっと、今日はですね、半導体企業の NVIDIA というような企業を取り上げたいなというふうに思っております。はい。NVIDIA 聞いたことがある方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今ではその GAFA、n ス x t GAFA みたいなまあ存在感の高い会社になっておりまして、会社規模を表す物差しでありますま、時価総額ベースでは世界11位と。はいはいはい、11位。 で、まあ日本はトヨタがトップですけれども、ね、まあトヨタの2倍くらい、まあ時価総額がある、<ー>まあ非常に大きい会社というふうになっておりますね。で、まあ単にその時価総額が大きいだけじゃなくて、はい、まあ非常にまあ成長スピードも速い会社でして。ああ、いいですね。はい。まあ5年前とかは時価総額が150な位とか、まあかなりまあ県外にあったのが、うんうん、まあ今では足元11位ということで、まあすごいペースでまあ成長しているような会社になっているのかなと思ってますね。 こう、なんていうんでしょう。下国上じゃないですけれども、はい、かなりこう、早いペースで這い上がってきていると。そうですね。はい。まあここまでこう、し上がってきた理由っていうのはあるんですかそうですね。やはりまあ、エヌベリアという会社が、まあ、非常にその先見の名がある会社なのかなというふうに思ってますね。はい。 えっと、NVIDIA はですね、まあ、まだ誰も手をつけていないような、うん、まあ未開拓のうちを、まあ、開拓するのが得意で、うん、そこであの長きにわたっ,って、まあ、先行者メリットを享受するというような、はい、え価値パターンを繰り返してきたような会社になります。NVIDIA の歩みということで、こちらに出てるんですかね。はい。はいはい、えっと、1999年からの歩みということで、いくつかこう。はいはい ターニングポイントがあるという感じですかそうですね。はい。はい、まあ、初めのターニングポイントとしましては、あ、はい、GPU を発明したということがありますね。はい。で、まあ、GPU というのは、はい、はい。まあ、GPU というのは、えっと、グラフィックスプロセッシングユニットの頭文字を取ったもので、はい、まあ、直訳しますと、画像処理半導体ということなんですけれども、はい、まあ平面の画像に影、陰影をつけることで、うんうん 立体に見せると言いますか、奥行きを持たせるような<ー> 3D グラフィックスで使えているような半導体になりますね。うん、なるほど。はい。で、それを PC ゲーム向けに、まあ、発明をしてから、この作業をートしたと。そうですね。はい。で、やはりまあ、現在のその画像処理用半導体の用途というのは、うん、まあ、主にゲーム向けというふうになっておりますね。うんうんうん で、まあ、どういうふうに使われるかと言いますと、その、使うことでそのゲームのパフォーマンスが大幅に向上するというようなことですので、はい、そのプロのゲーマーですとか、うんうん、その、えっ、ー、と、まあ、パフォーマンスの向上に熱心な、あの、ゲーム愛好家というような人たちにも非常に n v i d i a の製品が受けておりまして、はい まあそのハイエンドモデルとか20万以上とかするんですけれども高い、ね。<laughs> そうですね。はい、はい。それでも飛ぶように売れていて、うん、もう在庫数になっているっていうような状況なので、まあ非常にまあ人気の高い製品なのかなというふうに思いますね。で、その後、はい、2003年なんですが、あの、汎用 GPU の開発ということでありますけれども、はい、これはどういったことですか、はい、えー、っとですね、えっ、ー、と、エヌメリアは、まあ、もともとその画像処理を半端とやっていたのを、まあ、汎用用途にも広げるというのもやっております。うんはい で、まあ、汎用というのは、ま、何にでも使えるというような意味なんですけれども、ねうん、ま、主にはですね、まあ、データセンター向けですとか、はい、あとは仮想通貨のマイニング、あ,<ー>あとはその自動運転のまあ頭脳としても、えー、使われております。なるほど。で、中でもですね、まあ、爆発的なまあ成長性があるのが AI 向けとなりますね。はいまあ、AI というのはですね、あのー、まあ、コンピューターに真相学習などの手を持ち、 用いて、いろんなパターンを覚えさせて、えっと、まあ、そうですね。正確な予測であったりとか、判断をさせるようなものになりますけれども、やっぱりそれにはすごい膨大な計算量が必要になりますので、高速処理を必要とする GPU がそこで活躍してくるというような感じになりますね。はい。そして最後にこの2021年にオムニバース、オムニバースの提供開始。これって何ですか えっと、オムニバースは、はい、まあ、あの、簡単に言いますとメタバース向けのソフトウェアとなりまして、はい、バズワード出てきましたね。 で、まあ、オムニバースではですね、うん、まあ、業務をまあビジュアル化するっていうことができまして、まあ、そこのプラットフォームで、まあ、いろんなクリエイターが、まあ、共同作業できるような場所となっておりまして、なるほど。例えば、そのアニメーションの制作であったりとかですね、うんうん、あとはその車とか、建物の設計とか、シ、うん、シミュレーションそうですね、それにまあ、使われているというようなえ状況になりますね。うん、は,はい。まあこのメタバースっていうのが今後、ね、あの、すごい積極的な投資がいろんなところから行われる中で、はい この NVIDIA のオムニバースが使われるんじゃないかと。そうですね。まあ、先ほどあのシミュレーションっていうのを教えていただきましたけれども、はい、そのオムニバースの多分一番重要な機能っていうのが、まあシミュレーションなのかなというふうに思っています。うん、で、その具体的にはですね、うん、あの、まあ現実世界をコンピューター上でまあデジタルツインと言うんですけれども、あの、現実世界そっり そっくりな世界をコンピューター上で再現するっていうようなことができますので、その仮想世界でまあいろんなシミュレーションができるというのがオムニバースとなりますね。なるほど。はい。まあこういったあの歩みがある NVIDIA ということになりますが、はい、あその都度未開の地を歩んできたということで、はい、今回はあ先見の明あり、NVIDIA について小泉さんからご紹介いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。